おはようございます。石野瀬はじめです。おはようございます。今日は日曜日、めちゃめちゃ天気いいね。とりあえず今日は日曜日朝バタバタしますので、納豆で朝ごはんいただきます。はい、今朝朝食の時も言ったけど、めちゃめちゃ今日は天気がいいね。ねえ、ちょっとND フィルター持ってくの忘れたな。分かってねえだろ。あのカメラのサングラスね、ちょっと光が強すぎてちょっと変な色になってるでしょ。青がちょっとなんか微妙な色になってるでしょ。目で見たより。で、他がもっと暗くなってやってるでしょ。それを抑えるためにカメラのサングラスをねするんだけど、まさかこんなに光が強いとは思ってなかったので、ちょっと今日は持ってきませんでしたが、でね、今日はちょっと天気がいいので、子供たちがね、友達の家に遊びに行ったので、母ちゃんと二人で、お出かけしております。うん、何言ってんだ。食いながら喋んな。子供たちをね、送るためにちょっと母ちゃんがね、朝バタバタしてたので、車の中でね、ドライブしがてら、コンビニで買ったご飯をいただいております。母ちゃんもね、母ちゃんはあのご飯食べれなかった。ね、忙しかったもんね。すごかったね。というわけで、ちょっと今日はね、ブラブラちょっと回っていきたいと思います。はい、中日ビルの跡地、めちゃめちゃこうなかなか見ることできないな。はい、ちょっと母ちゃんと定食屋に入ってみました。今からランチです。週替わり定食は結構すごいね。この辺ちょっと、僕この辺苦手なんだけど、母ちゃん的にはかなりいい仕事。あとね、このジャストサイズメニュー、ちょっとだけ追加したい。これいいね。ではちょっと選んでみたいと思います。チキン南蛮のエベレストサイズ、エベレストサイズ選んだんだけど、全然エベレストじゃねえな。はい、食事終わって、駐車場の料金も今払ってね、出てまいりました。危ね。ねどうだった？なんお昼ご飯。うん。なんかやたら提供時間の遅いテレビやって、うん。まあ意外と日本人が一人もいないスタッフね。そうね、まあそのあれあれだけどね。うん。てか母ちゃんそれ匂いすげえな。歯磨き粉？うん。チョコミント、ま、混ぜり。チョコミント混ぜりだって。なんかベローチェっていうね。以前何の時だったかな。東京のオフ会で集まった時の、クルドンミンのね、集まった時に東京で行った店があったんで、ベローチェさんに入ってみて、なんか混ぜ混ぜするゼリーが入ってるチョコミント、何それ、チョコミント混ぜる、なんか他に何が入ってる、あークリーム触ってた、やめたやめた、まあ、そんな感じでちょっとすげえ匂いが車の中に漂っておりますが、ほんでこれにて本日のデートは終了です。終了、ご飯もう飯食ったばっかだろ。作ってもらえた母ちゃんね、段取り悪い、ね、だって母ちゃんあれ作ってあるの、作ってあるけど、私そこからなんか時間かかっちゃうんだからあ、カニ壊れた。栄のど真ん中で今なんか店出してるね。あ、もう超楽しそう。もう終わっちゃったけどね。あ、そういうの大好き。歩こう、反対だったね。ねえ。右側ちょうど松坂屋のね。あ、かき氷も出てるよ。タピオカドリンクとか。なんで私何やってんの？あ、なんかこんなとこに店もできたんだね。ガミマとかね。結構前からできた。あ、そうなの？うん。なんちゃら東京、なんちゃら東京。東京しかわかんない。おしゃれだね、あんだ。屋上であってテラスで。どうのこうの待ったり、なんか並んでんな、駐車場だね、これみんな入るのか、市営駐車場だから、市営ってやっぱ安いの、わかんない、あんまり止めたことない、ほんと、うん、なんかすげえ人多いね、街走っててね、渋滞もずっと並んでるよこれ、多かったね、なんだろうね、なんかデモみたいなこともやってたしね、ね、うん、何もかもが解除されたのわかんないけど、見た感じはもう県を越えても移動カーブにもなったしね、
それはみんな出てくる。ああ、人歩いてるもん。ちょっとでも想像以上だった、うん、すげえよ。お祭り騒ぎだったもん。はい、久しぶりに手作りなんだっけ、ジェラートの店ボノム・ドゥネージュさんにやってきました。ここの、あれ、なんか暗いぞ。え、出た、ただいま冬季休業中、今夏ですよ。今夏ですよ。全然やってない。マジで閉まった感じではないもんね。こういう出だしは好きじゃないから。うん。Facebook で見ないと分かんない感じだな。うん。はい。ちょっとね、名古屋の有名店、バルミューダさんに、目の前通ったんでね、行ってみようかと今思って、ちょっと U ターンしてきました。車止めるところは開いて、あ、開いてるね。いいね、いいね。おしゃれだね。あ、すげえ。綺麗だわ。名古屋のね、中川運河沿いにあるんですけど、母ちゃんがね、寄ってみたいというので、ちょっと来てみましたよ。撮影できるかどうかわかんないんで、とりあえず、中見ていきたいと思います。車から降りたらこんな感じ。このね、建物の裏が中川運河になります。すごいいいね。母ちゃん好きなロケーションだねこれね。4時間ぐらい出るよ。ダメだよ。すげえパン売ってんだね。めっちゃいい匂いする。すげえ、さっきからめっちゃいい匂いしてたけどこいつだったんだね。売り切れです。バルミューダさんのポットで作ったパンね。本当はあのカレーのやつめっちゃいい匂いしてたんで食べたかったんだけど、残念ながら売り切れだったので、しょうがないんでこれ、まあ、さっきご飯食べたばっかりなんだよね。家帰って食べたいと思います。はい、ちょっと中川運河見ながら涼んでたらね、フェリーなのかな、これフェリーって言っていいのか、船来たね。これ多分名古屋港まで行く船ですね。手振ったら誰か、あ、振ってくれた手。母ちゃん、バルミューダさんで買った、チョコなんとかブレッド。チョコだった、うん、チョコって言ってたよ。あ、ほんと、あれオレンジピールって言ってた。あ、チョコオレンジなんだ。あ、そうだ、ピールだ、うん。どうですか。美味しいよ。美味しい。今一回食べたこと隠したのに。いただきます。はい。うん。うん。いつものうんしか出てない。ただパンと中川運河。あ、いいね。いいのか。僕が買ったチーズブレッド。僕腹いっぱいなんで母ちゃんにちょっと一口感想を述べてもらいます。母ちゃんね、この見た目で底なしなのね。ね、ずっと食べてるじゃん。味の感想なんだよ。母ちゃんの腹減り具合の話じゃねえんだよ。これなんかチーズをトースターでもう丸々焼いたみたいな味する。ほんと、うん、美味しい。チーズそのもの美味しい、香ばしいし。なんか二口目いきそうな感じしそうな。あ、そういた。おぉ、うん、うん。はいはいはい。はいはいはい、はい、一口食ったら分かるべさ。うん、分かる、半分ぐらい食べたから。何言ってんだ。はい、バルミューダどうでした。うん、おしゃれ、とにかくおしゃれね、危ねえな。とにかく私がいなくなったと思ったらここ来て。なんで。だいたいいるか。あ、そう。レストランの方はかなりお値段いきますね。ねえ、5,800円くらいだったね。うん、だって量が少ないのね。まあそういうことだよね。こじゃれたやつ。まあそんな感じですね。ね、まあでもあの都会の方もね、うん、ホテルで食べたから一人6,000円以上するからね、7,000円とか。どの比べ方してんの。まあでもそういうこと。まあ帰りにプラッと寄った感じで、パンかね、ドリンク買ってちょっと涼む感じであそこにいられるのはちょっといいかもね。いいね。うん、でも一個300円もしたからちょっとパンお手気づいて2つ買えなかったね。はい、晩ご飯のお時間になりました。そしてそのタイミングでチャルメラがやってきました。どうして買っちゃったんだろう、ね、毎回だわ。私の追いかけられてるの、私の好きじゃないの。私、ね、今日はビーフシューをしようとしてた。ビーフは高いからポークでポークシューしようとしてた。伸びるから食べていい。あ、食べていい。And I start to clap 'cause I'm feeling good
empty.